さて YouTube 版アフターテラちゃん残業中今日のアフターテラちゃんコメンテーターはストラテジスト島津博さんです島津さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさて世界的な景気交代心配される中アメリカの今年の7月からですね9月期の GDP 速報値が発表されました一応この 前の期に比べて年率換算見てみると2.6%増ということで3四半期ぶりのプラス成長となったようですただ個人消費は減速しているという、まあ、こういう数字も出てきているようなんですが島さんアメリカの景気これはどうご覧になりますか まあ思いのほか数字は良かったんですけども数字の中身を見るとまあサービス消費が個人消費の中では強い一方でまあ財物に対する消費はマイナスということですからまあちょっと厳しいあの分けてみると必ずしも絶好調ではないですしそれからまあ輸出と輸入の合わせた外需っていう概念があるんですけれども輸入があの増えると実は GDP にとってはマイナスになるんですね逆に言うと輸入が減ると GDP にとってはプラスになるんですけども今回見ると輸入 輸入がマイナスなんですよね輸入がマイナスということはアメリカが国内でいろいろ全てを作れるわけではないので一部のものを必要な分だけ買ってきてるわけですよね。それが減るということはアメリカ国内の需要に実は弱さがあるんじゃないかっていうことでもあるので数字上は結構強かったんですがじゃあすごい強い数字だからアメリカ景気大丈夫かっていうと実はそうではないようなあの先々弱くなりそうなこと。 を感じさせる数字ではありましたね、はい、で GDP 速報値の回復を受けてです、ね、バイデン大統領もイエレン財務長官もアメリカ経済が力強く前進し続けている証拠だと話しているということなんですがこれはどうですか。 まあ力強くって言われるとちょっとなあという感じはしますけども、はい、まあ一応プラスなので前進は続けているということではこれはバイデン大統領側からしてみると中間選挙も目前ですけども、うん、これプラス、まあ、まさにそ,れそういうあの意図があって力強くつけたんだと思いますが、はい、あうう自分の経済政策がうまくいってるよっていうことをまあ示したかったでしょうしあ、えー、一応まあそんなに変なことはしてないということで、まあ、プラスだったということです。てバイデンが 姿勢 <laughs> になったバイデン大統,大統領としてはそういうまあはい姿勢ですね。はい。で一方でイエレン財務長官、インフレに望ましい影響を及ぼす可能性のある健全な景気減速の証拠もいくつか示されたとも発言しています。景気減速の証拠これはどういうものなんでしょう。 まあ実際に財の支出が減っているということでインフレを抑えるためにはどうしても景気があのスローダウン、まあ、減速していかなきゃいけませんので、はい、そのスローダウンする兆しがまあ財のところにも見えましたし、まあ、先ほど申し上げたように輸入が減っているということはアメリカの国内での経済活動が弱っているという可能性も示せますので健全なってつけてるんですけど多分言いにくいので、はい、<laughs> あの言ってるんでしょうけども、はい、まあ景気減速の証拠がやっぱ見られた、はい。 でイレネン財務長官が言ったのは、ええ、まさにその数字の、ええ、あの弱いところを気づいたっていうことですよね。でも物もいいようですね。健全な景気減速っていうのは <laughs>、まあ、なんか違和感があるんですけどもね。そうですね。ええ、まあでもその物価抑制に失っ、はい 資するような形での景気減速っていうこと、まあ言いたかったんだと思います、はい。はい。で、アメリカの先週の新規失業保険の申請件数。え、これ見てみますと、二十一万七千件。前の週から三千件増えているようです、えー。失業保険の申請件数ですね。三千、うん、件増えていると。市場の予測、これは下回ったものの、再び増加に転じているようです。イエレン財務長官のこのを目指す強い労働市場を維持しながら。インフレ率を。 低下させるという目標、まあ、これにのっとって、どうでしょう、経済は動いているんでしょうかまあ雇用情勢なんかを見ると、はい、一応その、まあ、ソフトランディングが必ずしも不可能ではない、あの非常に確率は低くなってるし、なかなかソフトランディングが成功するための道筋って、この後もすごくこうあの険しいわけなんですけれども、はい、まあその可能性を残す形での,あの数字っていうのは、確かに見えて っているとは思います。あの絶対無理だっていうのはなかなか。ええ、あの難しい可能性は残っていると言えるような数字ではありますよね。はいはい、まあ、このお前の週から三千件ぐらいだったら、まあまあ。 ですし、まあ、20万件ぐらいであれば、はい、まあ30超えてくるとかなり厳しくなってくるし、あはい、まあ40超えてくるとまあ景気後退でも比較的厳しい側に入ってくるので、えー、まあそういう意味でこの20万件というのはむしろまだまだ雇用が堅調だそういうい数字でで見るんすと、40ぐらいだともリセッション。 まあ30超えてくるとリセッションですけども40超えてくると結構厳しそうだなって思うと思いますアメリカのこの方のですね利上げペースこれは減速していくという見方えこれも強くなってきているようですけれど芝さんの見方はどうですか。 まあまあ、今回とか、次回11月のその来週かな、はい、あ,のあるのはパー0.75%ということだと思うんですが、はい、まあ12月ですよね、ええで、マーケットは今、12月は0.5になるんじゃないかっていう見方が浮上して、あ<ー>まあそれが利上げペースの原則って話だと思うんですけども。ええ まあ五分五分ですかね、そんなに言うほど可能性は高くないぞと私は思っているんですね。と、えー、いうのは、あの F 直近の FOMC、FRB アメリカ中央銀行のミーティングのどんなことを話したかっていうのを議事用紙っていうのが出るんですけれども、はい、そこで何を言ってるかというと、利上げを足りなくてインフレが激しくなるよりも、利上げをしすぎて経済が原則、まあ、壊す方がましだよね。 究極の選択みたいなもんですね極の選択2つあった時にどっちがマシかって議論していてやりすぎた方がマシだって彼らはまあ結論付けているので、はい、だとすると、まあ、次,のその次の次ですね、はい、年内の最後の12月の FOMC でも、はい もう1回、0.75やるっていう可能性の方がまだまだ高いんじゃないのと私なんかは思ってますけどね、ええはい、さて一方で ECB= ヨーロッパ中央銀行です主要政策金利1.25%から2%に引き上げることを決定しましたということはこの0.75%の利上げ幅ですこれ2回連続加速する物価上昇を抑え込むため強力な金融引き締めこれを継続することにしたようです。ヨーロッパ インフレーに歯止めかからなくなくってるんですかまあヨーロッパについてはまあ主因はまずそのエネルギーとか穀物をまあウクライナロシアからまあ結構輸入してたそこに依存していたところが今回のウクライナ戦争によって止まってしまっている事実上細っているのでまあそれが主因なんですけどもヨーロッパっていうのは日本よりもずっとそのあの労働組合が力強い国であって。 <で>ええ、こういう物価が上がってくるとあのもう実際に首都のニュースって結構、ね、皆さんお伺い聞いてると思いますけれども首都、ねええ、なんかを起こしながら賃上げしろってすごくやるわけですね。はい、で賃上げさされれるとこれがまさに二次的波及 セカンドラウンドエフェクトって英語で言ったりしますけど物価がこう持続的に上がっていく逆に日本はこれを求めてるんですけども、ええ、あのヨーロッパではあのその物価が持続的に上がっていく兆候が見え始めているのでそういう牽制するためにまあ利上げをしてこれだけ利上げすれば景気減速するわけだからあんまり激しく賃上げしろっていうのはあの自分たちの首絞めることになりますよっていうシグナルを ヨーロッパ中央銀行は今、発しているということなんですよね。はあ、そういう意図があるという,、うん、ということなんですね。うん、すね今度は中国です。二十四日に発表された中国の七月から九月期の GDP。前の年の同じ期に比べて三点九パーセント増。市場の予想を上回りました。まあ、ただ、中国政府依然として、年間の実質成長率五点五パーセントの目標を掲げています。 これらの達成というのは、まあ、これ非常に困難となってきているという見方、まあ、これが体勢を占めています。また、中国の通貨、人民元の対ドル相場の下落、これも加速していると、中国、管理変動相場制、これを採用していまして、中国人民銀行、輸入物価のこの上昇を抑制するために、 に触れないように減相場のこの下げ幅を抑制してきましたで、習近平政権がですね共産党大会経て3期目入りを果たしたことを受けて市場で減安が加速していたこともあり中国が減安の容認に転じたという見方もあるようです習近平国家主席の3期目の続投が決まったばかりの中国ですが経済はこれ 島津さんどうご覧になりますか。まあ中国経済は非常に厳しいと思うんですよね。はい、まあもともと、あの中国の習近平国家主席が、はい。 まあデイレバレッジ政策といって借り、はい、入れをすることによって経済を増やすとかあの投資を増やすことによって経済をよくするっていうことに非常に慎重になっていたと、はい、それはなぜかというと中国経済が本来であれば成熟していくと消費の割合が増えていくはずなんですけども、はい、あの投資の方ばかりに依存するような形になっていて、はい、で投資に依存していますから、まあ、そこに歪みが溜まっていくわけですね、うんはい、で投資するためにはどう,どうしてもたくさんのお金が必要になるので、はい、まあ借金しなきゃ いいけないということがあってもともと冷え込んでいたところに、まあ、ゼロコロナへのこだわりっていうところが加わって。はい <で>ええ、せっかく経済再開したのにすぐにストップさせられたりするっていうことを繰り返しているというところが中国経済にとってはあの、まあ、投資を禁じられるとか抑制されるでそれが不動産業界の、はい、まあ悪化につながっていて不動産の価格って日本でもそうですけど金融機関の担保になってたりするので、はいね、あんまり下がっちゃうと困るわけですね,ね、ええ、なので金融システムが少しガタガタっとしていると、うん、でコロナもあってとっていうことで、うん、まあ中国経済については本当にあのあ<ー>厳しいというか なかなか楽観的な見方があのしづらいそういう見方をするのはなかなか難しいような状況になっているなと、うん、消費がはかばかしくないんですね、まあ、消費がひどいですし、えーえー、投資もその投資活動をするためにあの、まあ、そもそも借金あんまり増やすなって号令が出ていて、はい、先ほどもあった、えー、とり土地の価格が下がっちゃってるので金融機関としても、うん、なかなか融資することができなくなっているというところで、はいえー、非常に厳しい内容になってますよね。あ,ーまあ、あの つい前に聞いていた共同富裕という、ねはい、この言葉がありましたあれは結果的にはどうだったんですかあの今後も続けていくっていうことを示していますのであ、えー、まあ共同富裕で、まあ、一応説明書きとしてはこれまでのようにと同じように、あのー、まあみん できる人からどどんどんん人かセンプロンっていうのがもともとあったんですけども、えー、あのまあもかる人からどんどん儲かっていくっていうシステムは変えてないんだけど、えー、儲かったならみんなにちゃんと還元してねっていうことだっていうふうに一応中国は説明してるんですけども、えー、結局分配重視の政策になっちゃって、えー、どうやって儲けるかについては、うん、あの今まさにその投資はなるべくするなとかいうことになっているので、うんえー、その まあ分配重視の政策を出すときには当然どうやって儲けるかって話もしなきゃいけないのでそれがないのでな、まあ、なかなか厳しい状況ですよね中国で金融改革や市場開放を支持していた李克強首相、あと中国人民銀行の総裁ら主要ポストから外されていたこともこれが分かりましてこれは今後影響は出るんでしょうか。 まあそうですね、まあ、改革派というか経済右派、はい、まあ中国の中でもどちらかというと自由なその経済活動をさせることが経済の前進につながるし技術革新につながるんだって思っていた人たちが、まあ、これ出てませんけど龍角さんっていうまあ方もそうですし、はい、李克強もそうですし。ええ イ、まあ e、さんっていうんですけど、うん、中国自民党の総裁、はい、それから副総裁で、えー、あのシステムの安定なんかを担当している人も変わるし、ええはい、財務大臣も全部変わるんですね<ー>だから、ええ、で今までのここまでの,その人事を見ていると、うん、あまり経済がどうっていうよりも習近平とどれだけ仲いいかとか忠誠、うん、を誓っているかっていうところで人事が決まっているというところですので、ええ、まあ習近平の今回あの信任を受けたナンバーツの なった李強っていうのは上海のロックダウンを主導した人間だし確か順序列で5位になってる人もこれは北京のもともと市長で<ー>あのゼロコロナのあと5年やるべきだって言って<ー>。 で冷ややかな目をみんなから浴びたんですけども、ええ、まあその人が偉くなって残ったっていう形、ねはい、になっているので、ええ、当然経済閣僚たちもあのゼロコロナ万歳って言ってる人たちがおそらく変わるんだろうということで、ええ、まあ非常にあの政策的にも厳しくなりますし、うん、まあ逆に言うとその自由を奪った経済政策でどこまで成長できるかは、うん、あの歴史的にはあのほぼ間違いなく失敗するんですけども。はい あのまあお手並み拝見というところはありますよね、うん、先ほどもこれはお伺いしましたがだったらその日本企業もそんなにねこの先その中国の経済望めないんだったら、うん、もう日本戻ってくればいいじゃないかと思うんだけどそそこには縛りがあるとまあそうですねやっぱり中国なかなかその民主主義自由主義の経済圏と違うまあルールとか規制があったり、はい、するということであの簡単にこう売却して撤退って形には実はなかなかなりにくいようで<ー>あのもちろんあの従来ほど 中国の先行きに楽観的になれませんから、まあ、撤退ないしは分散という形で日本を含めて他の国に移動する。 ということを考えている企業さん多いと思うんですけども、えー、結構ハードルがまあ高いというところだと思いますねはい。えー、そしてその中国への投資家審議を示す主要指標とされる香港の反戦指数これもかなり落ち込んでいるようですえー、まだ中国経済に関して2030年までに年間成長率2%にまで落ち込むという予想も出てきているようですね島田さんこの中国経済の失速これ今後どうなっていくと見てますか まあ中国経済については実はあの今回のコロナを機にあのまあ成長率の下方屈折ってまあ専門用語で言うんですけどもまあ従来10%だったのがまあ直近で言うと45%ぐらいの成長のところにこうスローダウン少しずつ減速してきトレンドが変わってきてだと思うんですけども多分このコロナを機にやっぱり2%ぐらいの成長が当たり前になっていくようなまあ形になっていくんだっていうまあその急激な。 あの過方シフトが起こっっててくるんだろうなと思っていますね、えー、でそれはあの消費者のマインドを見ても大きく下方屈折してますし、はいまあ、ベンチャー企業の資金の入り方なんかが中国に入っていかないんですよね、えー、あのインドとか他の国に移っているということで、はい、えちょっと難しいんじゃないかということで中国経済についてはあの。 上がったり下がったりは景気循環でこう短期的にあるんですけれども中長期的に見て今までのような5%、6%の成長から急にこう2%ぐらいのトレンドにもいくんじゃないかなと思っています、ねうん、それ、中国国民はどう思ってるんですかね、うんまあ、実際にそういう状況にならないと中国国民もなかなか分かってこないとは思うんですけれどもやっぱり低成長になっていく過程でまあどういうふうに政府が対応していくかっていうのはすごく重要なポイントで。 低成長なんだけどあの自由やっぱり認めないということで走るのか低成長になった理由としてやっぱり自由をあまりにも制限しすぎたあの、まあ、その自由経済、はい、民主主義みたいなものあまりにも弾圧したのが原因だったからそこ修正しようと思うかは今後の,その中国政府次第なんですけども、はい、今の習近平体制を見てると、はい、まあ 自分が誤りをしたことを認めないというのがこの手の政権のロシアの,あのプーチンもそうですけども、ええ、特徴なので、まあ、見直してくるかというと、うん、なかなか見直さないで、うん、結局 経済が落ち込むばかりになっていくんじゃないかなと思いますけどね、うんはい、さて、えー、そんな中ですね日本経済こちらなんですが7月9月期のですね GDP 速報値11月15日火曜日に発表されます島田さんこれはどうご覧になってますかまあちょっと先ですけどね、えー、<の>そうですね、えー、まあ11月はすぐそこにはいるんですけどもね <laughs> <laughs> まあでもまあ日本の経済の状況から言うとまあ足元、やっぱり経済再開が進んできてずっといたのでまあそこの部分はポジティブに素直に効いてくるんだなというふうに考えていますあの個人消費なんかにはその辺はあの顕著に現れてくると思ってるんですけどもまあ海外需要のところがやっぱりなかなか厳しい状況になってきているのでまあこのマイナスがどれくらいまあ効いてくるかというか下押しになるのかっていうところのまあ天秤なのかなというふうには思っていますけどね、えー。そうですか どうなるんでしょうね、数字としてはね、<laughs> 数字としては。いや、数字はなかなか難しいです,、えー、いですあの、まあ、プラスだろうなとはもちろん思っていますけれども、まあそうですね、その,、えー、あの外需のところのマイナスのところっていうのは、どれくらい、はい、マイナスというか、はいあの、海外景気が悪くなって、のがどれくらい浸透してくるのかっていうのは、一つ注目点だと思いますねはい以上、YouTube 版アフターテラちゃんでししたたさんあありりががととううごござざいいまました。